行きまーす。お願いします。ど真ん中出まーす。お願いしまーす。おらーおらーおらー、やばい。40番え大丈夫かな。泣いた。公演かも。お願いしまーす。あれ全然開いてる。やったぜ。いや全然ではない。あ、いいじゃんいいじゃん、いいじゃないか、ここいいじゃねえか、ここでしよう。じゃあマサムネ3いきたいと思います。はい、ということでおはようございます。ミリテルのいちごゆいです。おーめっちゃ光ってる。ということで、本日はですね、大阪に、私大阪で撮影するの2回目なんですよ。で大阪府森口市の店舗さんにて実践収録行きたいと思います。ということで抽選が本当に終わってたんですけど、もう前日からダイエット打ちたいと思ってて、番長かマサムネ3かって感じだったんですけど、番長マサさんね、マサムネ3から行きたいと思います。ほぼ初打ちなんですけど、前日にねちょっとやっぱ打ちたい欲がすごく高まってきまして、いろんな方の動画を見ました。ということで、まあ知識はあんまりないんですけど、とりあえず設定判別、しっかりね、いろんなデータ見たんですけど、しっかり設定使ってくれてる店舗さんなので、しっかり設定判別は朝一からしていきたいと思います。あ、でも一応三日月も引いたわ。まあこれは設定差ないんだけど、出陣に向けて影響やしない。 OK。 でちょっとね、出陣カウンターがこっちの画角からだと見えなくなってるんで、いちごゆうが言葉で発したいと思います。まあ結構導入されてから結構立てるんで、まあ、分かる人はもう分かると思うんですけど、まあ本当に1回くらいしか打ったことなくて、でまあ AT なんてやったことないです。で一応この台ね、 AT 入ってしまえば、設定差ほぼないんで、まあ判別するのであれば通常時で、まあ高設定を意識してやっぱ打っていきたいので、まあ4、5、6、あわよくば5、6っていうところを狙っていきたいので、まあ6だとペアと110本あるので、まあ相当ね、いいスペック持った台なので、まあ積もるんならね、5、6、6積もりたいなと思いますよ。通常時ね、モード移行とあと弱レア子役からの CZ とか、あとやっぱり大きな設定されるの直撃ですね。直撃にもかなり設定されるので、こちらもサンプル取る上でしっかり出てほしいところではございます。でまあ、その数値的な面で設定判別するのもすごく大事なんですけど、まあ、マサムネ2前作と同様にやっぱり前作だと応酬ボーナスですね。でボーナス終了時の設定したたくさん出るんで、まあ、それで判別のサンプルをより多く取っていきたいですね。主人でしたね。カウンターですね、9です。撤退って文字が出たら熱いみたいな感じで書いてあった気がする。まあサスケがいないので、あ、渡部やん、やばいじゃん、こいつは強いんだよ。マジで、あ、頑張れ。まあ、チャンスアップは全く出てないので多分ダメですね。終了。はい、兵士の士気を高めよう。あ、来たね。これスイカからなんで、これ何発も入れば結構あっち。一応これ CZ ね、これ見た見た見た。一応ハズレ以外の子役で50ポイント以上もらえるんで、ここはめちゃくちゃ子役を引きたい。何でもいいから。ちょっとこれ見えてんのかな。ちょっと兵力見えてないと思うけど、兵力がパーセンテージに純粋に変わるんで、やばいよ今。11%ね。これなんて読むんだ。起きた、来た来た来た、200ナイスだね。
強地に行くとやばいから行きたい。あ、メダルない。とりあえず330兵力ので33%、やべえな。え、なにこれ。あ、三日月目ね。おりゃー、ダメでしたね。おもろ。なんか返してんのかな、チャンス目。え、ちょっと待って、チャンス目じゃない、これ大丈夫だ。レア役指定したね。通るわ、とりあえずここは。ていうかなんかすごいエフェクト出てるもんね。おりゃー。とりあえず、260ゲーム、ダテオサパーン、当たりました。投資がですね、9000円9本、ボーナスだな、だな。いきましょう、ちょっとよくわかんないわ。まあ、ずっと不動の極意から言ってます。しかもスイカから入ってるんで、スイカだとかなり設定差あるから、めちゃくちゃサンプル取っていきたい。ダブルシングルゾルに。さあ、行きました。甲状腺甲状腺頑張ります。いや、ここを突破できるか突破できないかめちゃくちゃ大事なんで頑張ろう。これも通常時のレベルによってファンだっけ。一撃です、いちご優位はもちろん。あ、ちょっと待って、こっちか。よいしょ、50%。まあ、これ60%とか出てくるといいんですよね。はい、頑張りましょう。1、2、3、ダメだ。あ、あ、これ設定5以上なんですよ、やばくない。マジ、ちょっと待って、アーティスタメインテール、写真撮っちゃうよ。え、やばくない、サムネ、サムネ、サムネだよ。やば、いやー、ちょっと なんとも反応しがたいんですけど、やったりました。つぼかい、つぼかい。いや、すごい、マジで設定つぼんないからめちゃくちゃ嬉しいわ。あ、伊達軍のどこに注目せよ。これちょっとなんか違うやつじゃない。伊達軍のどこに注目せよ。次に突入する出陣期待度アップ。あ、師匠で、だから次の出陣でちょっと期待度が上がってますよってことね。まあ、これね、一応106% 以上のペアウト確定したんで、もうあとは1号優位の引きにかかってるんだよね。まあ6号機は設定5、6でも全然負けるときあるので、引き次第では。だからちゃんと引けるところはしっかり引いて、今日は爆勝ち爆勝ち。いやー、ちょっと楽しくなってきたね。まだ朝一回転40分よ。きたー、神かーい。あ、熱い。これさ、弱地からかな。まあ、弱地もこれ不動の極意入ってくれればもちろん設定差あるんですけど、ただパーセンテージが結構あれなんで、まあ、だったらスイカからの方のサンプル取りたいですね。6で 3% とかかな。もう 60% 以上よ。61% いけます。エフェクトがすごいすごい。大丈夫じゃない、赤いしね、チャンスアップだね。よし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 、かっこいい。だって音か。え、いや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 、外した。あんな強いチャンスアップあったのに、ありえないって。はい、120ゲームですね。ボーナス確定と。早いね、やっぱアーツ当たりが早いね。シングルか。シングルドライ投資が追加しまして12本ですね。さあさあさあ、行きましょう。本日2発目の真田丸甲状腺いきます。じゃあ行きます、エンダで。
50% か。さすがにもう遠そうね。いやもう黄色以上でしょ。やばいだろう。なんだこれ。いけ。はい。ワン、ツー、スリー。待って、全然ダメじゃん。なんで？こんなもんなの？はい。3段目交渉戦終了と。きつっ。デフォルトですね。すごいねこれ。やっぱりしっかり普段からハサムレスリー前代こう100何回以上回数ついてるんで、まあ、普段から扱いはいいと思うんですよね。しかも7000も出てるんでこれは夢あるね。いや出したいね。ここ最近爆勝ちっていうことをしてないので、だいたい2000枚3000枚っていう感じでね、まあ、中途半端に終わっちゃってとかあるので6号機で7000枚とか出したいですよね。私が夢を見させたいと思います。で書き込みますね。さまざまれる。あ、そのさ、行軍だっけ。行軍のやつはチャンスなんだよね。なんかそっちの、ちょっと待ってね。おお、マガタマ獲得した。これがチャンスアップくれるやつだよね。さあ、興奮めちゃくちゃチャンスです。こっからの出陣は、期待度高いですね。そのボーナス、近い普通の出陣よりってやつ。じゃあ行きましょう。サスケでチャンスアップありと。いいね。うわー、オッケー。めちゃくちゃこのボーナスを初当てるめちゃくちゃ軽いですね。190ゲーム本日3回目ボーナスです。シングルドライ投資追加しまして16本。いきましょう。3回目だからね。3度目の正直って言えますでしょう。いやー、ここ大事。今んとこ一応2回あって2回とも 50% なんで、マジでお願いします。ほら、マジで無理よ。はー、やだよ。いやー、無理よな。復活なし。こう設定したかな、これは。はい、3戦3敗最悪だ。ここで本当に設定5以上間違えた。通常です。あ、でかくない、通常か。ねえ、1、2、3、復活はない。またこう設定した。きつ。こんなもんなんですか。もう隣の肉まんかがりちゃんは汗汗ですよ。やばいね。下パネ消えてるかな。行ったんじゃないの。桜流れてるわ。これってさ、直撃するんじゃないですか。多分 BGM 変化してるんで直撃すると思います。直撃ね、めちゃくちゃ設定差あるんで、まあ設定が分かってなければね、直撃はめちゃくちゃいいですよ。やっと AT だよ。しかも神曲よ。やったさすがにね。5回目のボーナスでやっとですね。最後やね。やったよ。
ここでマガタマが出ました。 OK、 おお、びっくりした。当たりましたね、これ直撃しました、ごめんなさい、私が飛ばしちゃいました。で何ゲームだ、93ゲーム投資が17本でエティ直撃でございます。おめでとう、やっとよ。まず最初赤7からですね。おりゃー、ようやくでございます。本日、4発スルーしまして5回目でございます。やりました、しびれます。はい、50枚になりました。とりあえず AT の性能としては、ごめんなさい、何も言いたくなかったけど、前半パート、後半パートですね、 ST パートとボーナスパートがあるんですけど、スケナはミッションがあって、ミッションクリアすれば、ボーナスがもらえます。あとは普通に単純に 2.7 分の1で来る青7を仕留められれば、ボーナスに持っていけるので、まあ、どれだけ青7をうまく仕留められるか。そのミッションが青7 3つストックとか、1個の青7で100枚上乗せとかもあるので、まあ、どんだけいいミッションの時にそのミッションを成功できるかによって、もう頑張って継続させていくっていう感じですね。まあ、今ボーナスパートになったの で上のストック化ゾーンとかも結構搭載されているので、もうここは一発でっかく伸ばしていきたいなと思います。さあ行きましょう、3個欲しい、3個1個か、お、オッケー、青の子役、まあ、リプレイで青なら 100% でストックします。ラッキーやね、外れ、リプレイ、どうしようどうしよう、これで青なの乗せ、うまいね、うまいね、何枚、よーし50枚。さあ行きましょう、おお、3つ、ラッキーラッキー、青の子役リプレイで 100% ね、リプレイで 33%、 これめちゃくちゃ強いんじゃない、強いぞ、まあ、一応全役で抽選してるんで、このミッションのやつ、スケ玉かじゃね、当たらなくてもレア子役とか引いても全然無駄じゃないんで、緑よ、メカ付け目 33%、 激アツって言ってるわ、取ってるわ、この好機、俺の武道互角にやりや、オッケー、で一応これメカ付け目、あ、もうまだまだって言ったから、え、もう終わってんのか、抽選は終わってんのか、間違えた、やった、50枚だね、2個、黄色の子役で200枚オーバー獲得、 33% でね、ベルってことね、青の子役で 100% いいね、リプレイで 100% ね、いけましょう、まだまだ終わらせないよ、目押しミスですか、目押しミスです、これ純な青7なんで50枚だけね、まあ、別に青7での上乗せでもいいんですけど、引くんだったらベルの 33% 取りたかったね、100枚ね、やりましょう、これ青7、まあ、継続させられればこのランプ全点灯するんで、炎上戦だっけに行くんですよね、やばい、1個やで、あ、リプレイで 50%、 ちょっと厳くはないか、リプレイ引けばいいだけ、いや頼むよ、うおー引いた 50%、 取ってるか、取ってるねー、なかなかいいぞ、さあこれ50枚ね、全然どうしました、次回あれか、
これボーナスの連役は小十郎介たちだよねの抽選してるんだよね。チャンス目だとチャンスなのか。一応めいこちゃんの煽りってる。ボーナス消化中はこのめいこ姫の勝ち戦抽選と小十郎介たちかの抽選をしてるんだね。さあ炎上戦いきましょう。で一応青の青菜の、50枚以上の振り分けになるよね。1個はお青の子役で赤菜をゲットするよ。 50% だって。いやこれは取りたいね。雪村ボーナスってことだよね。黄色の子役で 50% あっち黄色の子役でトカゾンね。33杯よ。これめちゃくちゃいいぞ。しかも純粋なその 2.7 分の1の青菜を揃えたらめちゃくちゃもったいない。行きましょう。いやリプレイ行きたいね。怖え、ドキドキする。レバー叩きどころだよね。強いよねこれ。待って、揃っちゃダメなんだよ。まあ継続はさせたいんだけど、これ揃ったら美味しくない。何も美味しくない。最悪だね。50枚。お、あ、追撃の抽選ね。お、行ったんじゃない。追撃だ、追撃、追撃。そうだね、炎上炎上戦、はい、青なんかいろいろいろんなことが起きちゃってるんだけど、まあみんな知ってると思うから別に細かくは言えないけど、とりあえず1個ストックね。で、じゃあ継続率管理なんですよね。継続率管理で、まあ、青スタートだったんで、だいたい 60%、60%、70%、80% とあります。が弱いね、今、青だったもんね。これで終わりか。130枚。まあ、炎上戦、炎上戦中は、青菜の、50% で追撃が来るのか。そういうことね。炎上戦中の、上乗せ後のレバーはめちゃくちゃ重要と。オッケー。なんかさ、結構さ、その、スケ玉のさ、いいやつがいっぱい来てたけど、一応炎上戦で、炎のこの全点灯が消えた後は、もう一回シナリオが再生されるらしいんで、まあ、悪いやつになっちゃったらちょっとやばいね。いいやつください。いい子か。しかも三日月目で 50%。 三日月目一応10ゲームが継続で、三日月目が16分の1だから、まあまあきついよね。だからこの時はまあ青菜を純粋に揃えていった方がいいのか。来いカットイン。おっとチャンス目がいいな。あースイカ、まあ、これでボーナス当ててたら美味しいけどね。暑いぞ。これはもう大丈夫でしょう。よし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 。50枚小月目 50% 取った。 OK OK うまい、うまいうまい。50枚 OK 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 出るでしょ。おーほーうまいねー。すごい、うまい。おりゃちょっと怖いな。まだやだ赤い。オッケーじゃない？オッケーじゃん。はーい。よーし。さあ始まりましたよ。さあどんなの持ってくる？1個目。でかい。メカ月目 50% ね。うわ赤なの揃えたいね。ギルの子役で。50% です。いけます。赤棚赤棚赤棚てか三日月目を引くレバー来いよ。16分の1。ああダメダメダメだ。まあ青だもんね。後ろはお任せくだされ。一気に場内へ。おっとこれは
体を蓄えて、前回がね、中右左やってるから、しかも中の波出てるから2択ってことか。怖っ、どうしようかな。エチゴイは右利き、右利きです。ちょっとやばくない？あと4ゲームよ。4ゲームで三日月目オア、ベルか、ベルオア、順数に7を揃えていくか。やばい、おっとおっと、三日月目来た。50杯よ、50杯で赤棚です。来た、気持ちいい。しかもベルも取ってるぞ。これはベル 50%、 三日月目 50%。やったぜー。おーおー、雪村ボーナスだね。すごい、すごっ。100ゲーム、100ゲームじゃない、100枚。おもろいな。箱使っちゃおうっと。一応こっちの雪村ボーナスの抽選はレア役と赤7揃いで、3枚上乗せ抽選か。あっちいいな。いやマジで感想見えるぞ、本当に頑張れれば。おもろいね。はい、一応このなんか引き戻しのやつは6ゲーム以内に赤なら備えられれば戻るんですけど、多分裏にあるので、お、まあ一応見とくか。いちごゆいは右利きだと思ったら左利きだった。おお、レア役で追加、 OK。 ナビ出てるね、あぶね。おい、ごめんなさい、ごめんなさい。50倍。いやー、おらー、よし、ズバイ。1ゲーム目でしっかり戻していく。50ゲーム、50枚、50枚です。右一択です。よーし、よしよし、うまい、うまい、めっちゃこういううまい。はい、こっち行こう。右しか勝たん。うおい、うばー。こういうもんなんかな。ジグジグうまいのか。こっち行こう。やばい、これ来ないやつもあるのか。さすがに最後はダメだ、ダメなのか。ダメだ、終わりましたね。はい、公開で、さっきの、50枚ベルで釣ったやつに戻るんですね。まだまだと、えっこな、三日月目さんってさ、きついね、これきついね。あー怖いな、まだ終わらせたくない。おっと、三日月 33% 取ってくれ、取るね、すごいわ、 33% の女だわ。はい、50枚ね。3個欲しいです。2個で、あーあー、ほとんど2個、 33% か。ユーの500で750%ね。リプレイはベル、おーリプレイ早速くんじゃない。リプレイ 33% で青7 2個です。緑、あ黄色も引いちゃった、 50%。 あちー、でまたリプレイを引いている。
おっと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 、リプレイでどっちも取ってなかったか、さっき。オーケー、黄色どっちだ、黄色 50% よ。どっちも取ってる、これどっちも取ってます、猫が来ればってことか。あ、来た、どっちも取ってるか。リプレイ 33% なんかトインが来れば嬉しい。やばい、あと2ゲーム。おー、リプレイ、33番チャンス、チャンス。うわー、終わった。これはあれか、マサムラ2と一緒か、ダッグ当てなのかな。マジか、1500枚。ねえ、完走したかった。さあ、狙ってなんとかを閉めろ。あ、これドアってことね。オッケー、中右左続いてるね、今日続いてはないか。まあ、行きましょう。私はね、好きなのは逆押しでございます。あ、ベルが揃うんですね。まあ、順で行こう。ダメか。はい、ということで1479枚、まあ一応投手まくって400枚、500枚くらい打てるかなっていう感じでございました。はい、うわー、これやばいって。